鈴木達久です。なあんたはあいつのことどう思うよあいつったら気分嫌だしわがままだしこだわり強すぎて周りにはちっともそれが伝わんねえからフォローがいちいち必要だしでもさ根は素直だから優しいとこはたくさんあってたまにすげえいい顔で笑うんだよだからかな俺はほっとけねえんだ どういうつもりか知らないが、こういうことはやめてもらおうか。あんたの中ではありな話でも、こっちにとっちゃなしなことなんざ腐るほどある。自分の道理が全て通るほど、社会は優しくないんだよ。それがわからない限り、あんたとはここで終了だ。でも、受け止めることも優しさだって、僕は思うよ。 もちろん、僕にだって意見はあるし、意志はあるんだけど、僕はそれで喧嘩なんてしたくない。喧嘩って、苦手なんだ。情けない奴だって思うかな。でも僕はそうでしかいられない。たとえそう思われたとしても、僕はこうやって生きていくしかないんだ。気がつけば君をずっと追っていて、気がつけば 君のことばかりを考えていた会えるだけで嬉しいし話せたらもっと嬉しいそんな気持ちにはいつからなったんだろうもう覚えていないけどそれはきっと一瞬の出来事だったと思うアリーバボー 知られないこの艶やかにしてたんびの流れ滑らかでいてほんのりと残る大人の刺激これはもう恋以外の何者でもない僕はもう切なすぎて果ててしまいそうだ求めているのは確かな一体感拳を突き上げ体を揺らし心を震わす 仲間たちと共に最高の時間をあなたに。さあ、異次元の扉を開こう。